冷やしの FX の投資ですね。ここにシグナルが出てるんで、大体このシグナルに対して、この通り1739ポイントって書いてますね。平均ピップスがこのシグナルに対して稼げる平均ピップスが1739ピップスと出てるんですね。このシグナル上下のですね、勝率は 63% なんですけれどね、冷やしで分析してこの通りね、設定するわけですね。1739ピップスね、ストップリミット設定してあります。このとこね、この間ですね。で、1対1にします。これでね、冷やしですので30日間ぐらい置いとくわけですね。まあほったらかしたってもいいです、ね、シグナル出てからこのインジケーターの時定数に合わせますね。で、投資数が32個あるわけですね、この冷やしでね。それでどうかということですね。で、他でもシグナルがあればね、としてよろしいんですけども、こっちもあるんだけど、まだシグナル出てないですね。このとこです。投資するというですね。この投資戦術で投資しますとね、平均で1739ピップスシグナルに対して稼ぐんですね。マイナスの時もあるわけです。ですので30日間ぐらいの目安なんですけど、30日経ってこの矢印が出てきたね、このシグナルに対してこういうの出てくるね、この間30日後ですね、だったらもうこれ取引を決算してください。これは FX の投資戦術ですね。このインジケーターは1000万円いたします。なのでね、雇用社会の様子とかニュースとか言ってるのは全くね、聞いて投資する人は知恵遅れなんですね。で、超知恵遅れです。社会のね、状況でこれドルが上がるとか円が上がるとかね、そういうので投資してる人は超知恵遅れですね。全然当てにならないですね。で、このように正確なインジケーターでね、今 63% になってますね。これこのシグナルに達して 63% のシグナルですよ。で、利益はどうですかっていうことですね。利益は1739ピップスなんですね。このシグナルに対して平均ですね。で、全部コンピューターで分析するわけですね。で、だから社会情勢のニュース聞いてね、投資するっていうのは超知恵遅れ。だからどうしようもない人たちですね。ギャンブル投資やってるわけです。そういう知恵遅れが多いですけども、超知恵遅れですね。もう病院に入れないといけないような人です。 100% ね。社会のニュースで何々に貿易きますで、だから何々が上がるとか下がるとかいうようなので投資する人は知恵遅れですね。そんなの当てにならないですよね。
病院に入れないといけない人たちですね。そういうのばかしいますから、ギャンブル投資ですね。ただギャンブルが多いんでね、やってる人が多いんでね。まあ FX とか投資市場でギャンブル投資は禁止になってますから、競馬とかね、カジノとかね、ありますから、そちらでね仕事していただくのが正しいんですけど、ギャンブル投資は禁止です。まあ、ただ知恵遅れなんで分かんないんで、言ってもね、このように勝率とか利益ピプスの平均値ね、この利益ピプスの平均値出てね、1739ピプスあるんですよ。全体の平均ですよ、このシグナルから。で、今朝がこうなんですね。これは負けてるわけですけどね、これは勝ってるわけですね。30日後の決算、これは負けてるわけですね。というようにこうシグナルが出てね、取引すると、この計算でね出たもので取引するということが重要になります。正確な分析ですね、それをもとに計算するわけですね、投資するわけです。ということで、ちょっと半間陽先生から指導しております。